どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけど、新キャラクターのエンデバーの解説&プレイしていこうと思います。ではまず最初にエンデバーの解説いきましょう。はい、まずロールはストライクでチームに参加することで全員の攻撃力がアップしますよっていうものですね。で、特殊アクションが飛行、空中でダッシュ操作をすると飛行移動、ジャンプ操作をするとホバリングできるってわけですね。で、通常ジャンプより高く跳躍するハイジャンプをすることができるハイジャンプを持っています。なのでね、特殊アクションを2つ持ってるね、かなり便利なキャラクターという感じですね。こちら後で実践解説していきます。はい、では個性技アルファ、バーニングレイ、手から熱光線を出す遠距離攻撃、レベル4とレベル9で攻撃力、弾数、リロード速度、サイズがアップします。そしてですね、個性ベータ、イグナイテッドアロー、一直線に炎の矢を投げる遠距離攻撃、着弾後に矢が爆発し火柱を出すっていうものですね。レベル4とレベル9で弾数と範囲がプラスしてアップします。こちら非常に強力な個性ですね。で、そしてガンマ、プロミネンスバーン、全身から高出力の熱光線を出す遠距離攻撃、エイム操作で熱光線の向きを変えられるものですね。で、攻撃力、リロード速度、サイズ、射程距離がレベル4と9でアップします。で、こちらなんですけど、発動時は立ち止まってしまうので要注意ですね。では実践解説いきましょう。はい、ではまず個性技アルファから。個性技アルファなんですけど、レベル1の段階でもかなり攻撃力が高いです。フルヒットさせるとだいたい200ダメージぐらい食らわせるのでかなり強力ですね。で、今敵にアサルトがいないんですけど、レベル1の段階で27ダメージです。そしてレベル9にするとこちらね、極太ビームになって37ダメージ与えます。なのでね、このぐらいの体力だったら一瞬で溶かしきることができますね。格殺のやつ見ればわかるんですけど、ダウン体の体力ってだいたい体力400なんですけど、これね、全弾ヒットさせれば350ぐらい食らわせることができますね。なのでアルファ一発当ててベータ使えば基本的にどのキャラも格殺入れれます。まあ、全キャラ格殺入れれますね。なので格殺はね、非常に早いですね。アルファ一発打ってからベータで行ってしまいます。やばいですこれはね。はい、アルファの説明は以上です。はい、次、個性技ベータ、イグナイテッドアローですね。こちらですね、射程距離がとんでもなく長いです。はい、ここからね、だいたいあっち側、あそこまで行きますね。はい、かなり長いですね。で、今ね、これね、届いてないじゃないですか。これレベル1だから届かないんだけど、レベル9にするとね、余裕で届いてしまいます。どうなってしまうかっていうと、ほら、こんな感じで余裕ですね。余裕ですね。なんならあそこまで届いちゃう。はい、とんでもない射程距離になります。そしてね、こちらね、攻撃力非常に高くて、だいたい200ダメージぐらい食らう。直撃させると200ダメージ。これは一応範囲攻撃で、範囲内の敵に対して130ダメージぐらい与えることができます。で、このね、ベータなんですけど、基本的に近距離キャラクターに対してめちゃくちゃ強くて、まあ、おちゃこちゃんとかが接近してくるとき自分の真下とかに投げてあげると、これで弾き返すことができます。これ結構ね、残るんですよ。2秒ぐらい残ってくれるので、まあ、近距離キャラクターに対してめっちゃ強い個性だよって感じですね。まあ、火力も出るし、範囲攻撃だし、敵弾けるしで、かなり重宝される個性ですね。まあ、アルファかベータどっちかを上げるとかなり安定しやすいなっていうのがエンデバーの印象です。まあ、正直ね、アルファ、ベータ、ガンマどれ上げてもいいかなっていうのがね、僕の個人的見解です。もうガンマはガンマで強いんですね。今からガンマ説明していきます。はい、では最後ですね、プロミネンスバーン。こちらなんですけど、移動ができないんですけど、めちゃくちゃでっかい範囲攻撃っていう感じですね。で、しかもこのベータのこの柱とガンマに関しては、建物を貫通するんですよね。なので、この遮蔽物越しとかに、おちゃこちゃんとかね、イバラさんとかを撃つことができるんですよ。こちらレベル9にすると射程距離かなりアップします。今ね、多分さっきのアルファのレベル1だったらおちゃこちゃんに届いてないんですけど、これ余裕で届きます。はい。余裕で飛びます。範囲もでっかいし、これはね、これでかなり強いですね。ただクールタイムがめちゃくちゃ長いんですよ。まあ、必殺技みたいな扱いなんでめちゃくちゃ長いので、基本的にはアルファかベータを上げてあげると戦闘はね、安定するかなっていう感じです。では最後に特殊アクションですね。特殊アクションね、結構癖強くて、この通常時でハイジャンプする R ボタン、まあ、スペシャルアクションボタンを押すとハイジャンプします。で、この後ジャンプボタンを押すとこんな感じに踏ん張って、踏ん張リングします。はい、踏ん張リング。これ踏ん張リングするんですが、ハイジャンプを使った後、ダッシュすると、こんな感じに飛行します。ただこの飛行ね、結構燃費早い、燃料消費が早いので、これハイジャンプした後だとすぐ途切れてしまいます。
ちなみになんですけど、こちら通常のジャンプでももちろん発動することができます。ジャンプしてからもう一回ジャンプボタンを押すとこんな感じ踏ん張ります。でもちろんもう一回ねジャンプしてから走るとこんな感じですね、飛ぶことができるっていう感じです。この間もう当たり前なんですけど攻撃もすることができます。ではエンデバーの実際の立ち回りどんな感じがいいか説明していきます。まあ、基本的にはエンデバー中遠距離のキャラクターですね。中遠距離の攻撃が非常に強力です。なので前線に出るっていうよりは味方のカバーしてあげたりとか、もちろんね火力が出るので瀕死の敵をねこんな感じで追いかけて倒しに行くのも全然ありですね。あいつ削ったと思ったらね飛んでいって一気に削っていく。で格殺も早いからベータ使ってもうそのままねローリングで回避しながらスペシャルアクションを待つっていう感じの立ち回りも全然ありっちゃありです。で一応なんですけどこのキャラ空中からの攻撃がねすごいやりやすいんですよ。まあこのベータも上から撃った方がもちろん強いじゃないですか。でアルファも上からの方が狙いやすいんですよ。っていうのもこれね極太ビームがね敵のこと見えないんですよ、邪魔すぎて。だからこれがねちょっと唯一の弱点かなっていう感じですね。いやちょっと言い忘れたんですけど、アルファ、ベータ、ガンマともに炎症ダメージがついてるので実際のダメージよりもちょっと高いです。確かアルファレベル9にすると20ダメージぐらい炎症ダメージがつくので攻撃力がストライクの中でも随一ですね。もう圧倒的に高いです。でエンテバーのおすすめの方法としては、ちなみに PC 勢の方とかはこんな感じに走りながら撃ってもいいと思うんですよ。だからスイッチとかだとこれむずいじゃないです か。スイッチのプレイヤーとかは一回ハイジャンプを切ってからこうやって空中で撃つのがおすすめです。で今からそれを実演するんですけど、その際の注意事項なんですけど、なんかジャンプボタンを連打してあげると空中でのホバリング自体が伸びます。こんな感じにこんな感じに伸びます。なのでこれ連打しながら打ってあげるとかなりいいです。でジャンプボタンが難しいよっていうプレイヤーは一回こんな感じで浮いてから空中に留まってアルファとかねベータとか打ってあげるといいですね。これだけでもだいぶ強いんでね、ぜひぜひ試してみてください。これかなり強いです正直。はい、というわけでエンデバーの個性と、まあ、軽く立ち回りを紹介したので実際の試合動画ねゆっくり見ていってください。というわけで解説開始。はい、というわけで実戦解説いきましょう。初動かぶりしているので戦っていきます。いい敵の構成はね、飯田くんとお茶子ちゃんとエンデバーなんでね、なんかめっちゃ厄介な構成ですね。まずはベータを当てていきます。この距離でもベータ余裕で届くんでね、レベル1でも言うて射程距離長いからね、しっかりダメージトレード稼いでから戦っていきましょう。お茶子ちゃんに対してアルファを当てていって100ダメージ当てていきます。さあ、ここは射線管理を1回してから上ポジションにいるお茶子ちゃんを狙っていくんですが、味方が狙っているんでね、エンデバーを優先して倒していきましょう。敵の火力枠がエンデバーだけなんでね、エンデバーをしっかり倒しきってしまえば敵は火力を出すことがあんまりできないので、初動に関してはこっちの方が有利です。さあ、接近してくる前にしっかりダメージを与えきってあげての、もうこれ全滅しましたね。ナイスですね。最初しっかりエンデバーに対してベータを当てたことによってスムーズに倒すことができましたね。さあ、ナイス勝利。まあ、個人的には今回エンデバーねアルファ上していきたいと思うんですけど、やっぱねアルファの火力がめちゃくちゃ高い。ほら見て、めちゃくちゃ高い。もう一瞬で敵持っていくことができるんで、やっぱねアルファがいいかなとは思いますね。ただベータを上げるのは、ベータを上げたら上げたでメリットもでかくて、そのメリットっていうのが近距離キャラクターに対して対応しやすくなるのが大きなメリットですね。なので近づかれるまでに倒しきる自信がないプレイヤーはベータ上げていくのもありなんじゃないかなって感じです。でこの今ね敵のエンデバーがちょっと悪い例やってくれたんですけど、あのねガンマねめちゃくちゃ被弾するんで、基本的にはもう絶対、これ絶対条件なんですけど、遮蔽物がないところで使わない方がいいです。さあ、これエンデバー追いかけていって倒しきります。今ね個性飛行でねしっかり追いかけることができましたね。エンデバー追いかけるときはね、エンデバーもね、あの追ってる方のエンデバーがめっちゃ有利なんですよ。っていうのも空中飛行中に敵のことを撃つことができるんで、基本的にはね追う方が圧倒的に有利です。なのでね追われる側はしっかりエンデバーが追いかけてきてるかなっていうのをね意識する必要性がありますね。さあ、次の戦闘シーン、水難ゾーンですね。やり合っていたので接近していって、飛びながらベータを追って、しがらきくんダウンさせましたね。で、目の前にエンデバーもいたので、これアルファでダメージ交換していきます。さあ、ここベータ決めました。エンデバー同士の戦いは、アルファよりもベータの命中率でね、結構左右される感があるんでね、ぜひ皆さんね、ベータ当てることを意識してみてください。結構ダメージ取れると勝ちやすいですね。やっぱアルファだとね、同じくらい当ててくるから差がつきづらい。
どっちかというと当てるのが難しいのはアルファよりもベータなんでね、しっかりこうベータを当てきる能力っていうのが必要になってきますね。なのでこうベータね、レベル1でもいいんですけど必ず当てなければいけない。でベータ今レベル9にするとこんな感じで3発撃てるようになるんでね、これが非常に強いですね。3発撃てるだけでめちゃくちゃ変わります。しかもクールタイムも早くなるからね。でちなみにこのビルの横壁に打つとあんな感じに横に炎の柱が展開されるんでね、こう室内戦なんかはあえてね横壁に対して矢を打つのもありっちゃありです。さあ回復入れたら寄っていきましょう。まずはね敵にお茶子ちゃんがいるのが確認できたのでね、中距離からしっかりダメージ与えていきましょう。さあ上ポジに敵逃げていきましたね。お茶子ちゃんもう1枚いるっていう感じかな。今敵同士やがってるからここでねダメージ与えていきましょう。上ポジに結構な敵が避難していったのでこれはハイジャンプで追いかけていきます。さあデキが目の前にいました。これはちょっとねポジションに過ぎましたね。ただベータでしっかり距離を稼いでいく、ほんと距離稼ぐ能力っていうのが大事になってきますね。さあデクとコンプレス同時にダウンさせ、まあ、おちゃこちゃんかな、おちゃこちゃんとデクを同時にダウンさせていきました。これね結構ね投げ払いでもダメージ与えれるんで適当にねエイム動かすだけでもあり。レベル9になるとアルファのサイズもアップするんでより多くの敵にダメージ与えるのも意外と重要だったりしますね。こうなんか1体だけ狙うっていうよりも敵全体にダメージ与えて最大化するっていう工夫ももしかしたら必要かもしれませんね。さあビルの裏で蘇生していたのでこれは敵に対して詰めていきます。1体結構ヒンヒンしたなっていう感じですね。でおちゃこちゃんに対してしっかりベータを当てていく。そしたら今度トガちゃんが撃ってきたのでトガちゃんに対してね牽制入れてから今度おちゃこちゃんにやっていきます。おちゃこちゃん瀕死でダウンさせましたね。あと1枚後ろから見てきましたね。僕のことコピーしてきましたトガちゃんが。エンデバー同士で差がつくのはね個人的にはベータだと思ってて、しっかりベータを与えていって一気にダメージ与えてもうダメージ取ると圧倒的に勝つんですね。もう一回ベータを撃っていて今度トガちゃんが来たの走っていったのでアルファ合わせていくと、今のねベータ合わせてもいいんですけどアルファの方が間違いなくダメージ与えれるんでね、しっかりアルファ合わせて勝ち切っていきました。まあちょっと解説動画としては短いんですけど試合解説こんな感じです。僕はね結構ねエンデバーねこうアルファ上げが好きなんですけどベータガンマも強いんでね、皆さんぜひぜひ試してみてください。ベータ上げガンマ上げの動画もね今後上げていくので楽しみにしてください。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございます。バイバイ。